こんにちはヒューガーヨイチですそれでは今回も「聖書に学ぶ幸せな夫婦」ということでお話をしていきたいと思います。え今回のテーマはえ「人生を変えたい時すべきこと」ということで、えー、ある、えー、と男性クライアントさんからですねあのメールをいただいて、まあ、それに答える形で、えー、お話をしていきたいと思います。えー あなたは頑張ると言っていたけれどまたすぐに弱気になったりしてそういう姿を見ていると何年経ってもあなたは変わらないんだろうなと思うと言われましたということですね。であの、まあ、いろいろあの辛くてたまらない気持ちがあるということを書いてくださったんですけど。 まあ人生をじゃあ変えたいとき、まあ自分が本当に変わりたい、まあ元に戻ってしまうのではなくて、まあ本当の本質的に変わるときっていうのはどういうときなのか、まあそれはそのためにどうすればいいのかということをええお話していきたいと思います。いつものように三つの点でお話をします。一点目は人の力の限界。二点目が外からの力が必要。 で3点目が聖書の言葉の力ということですね。で聖書の箇所は、まあ、ヨハネの3章の3節人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。ということで、えー、この、まあ、変わろうとする時のまの、あ、人の力の限界というものがあるわけですね。このクライアントさん、まあ、あなたも、まああの 頑張っていいるるけけど、まあ、変わわれないとということがあるわけです、ね、で、今日はまあこの言葉を中心にというかあのこのエピソードですねこの言葉の、えー、とやり取りの、えー、交わされた、まあ、聖書の中のエピソードを中心にお話ししていきたいと思うんですがヨハネの3章というところを見ると,あ,のとです、ね、ある晩一、まあ、人の男性がイエス・キリストのところにやってくるんですよね。 彼はユダヤ人の議員で指導的な立場にいるニコデモという名前の人でした。で彼はそういう意味でそういう意味でというのはどういうことかというと夜お忍びでやってくる感じなんですよね。2,000年前の夜ですので街灯もないそういうところで月明かりを頼りにイエス様のところにやってくる。 昼間はイエス様は人々に囲まれてましたので、まあ、誰にも知られずにこっそりやってきたというふうに言っていいと思いますね。で彼は、まあ、あのこういうふうに書いてありますけどえ、まあ、ユダヤ人の議員であったというふうに書いてありますので、まあ、指導的な立場にいて名誉も地位もある人だ わけですね、まあ、ある意味社会的に尊敬される人だったというふうに言っていいと思うんですけれどでも彼はあの自分では解決できない問題を抱えていたわけです。で、えー、まあ、そういう意味では、まあ、自分の力の限界に直面していたということができますね。であなたも、まあ、このクライアントさんもあのできる限りの努力をしてきたわけですよね。で変わろうと何度も決心してまあ あの努力してきたわけですでもしばらくすると元に戻ってしまうだから奥さんから、まあ「あなたは変わらないんだろうなと思う」と言われてしまっているわけですね。ですよねで自分は間違っていることをわかるんだけれどどう変わっていいのかはわからないしでその変わる こう変わるべきだと分かっても、その変わるだけの本質的に自分を変える力がないんですよね。まあ、このニコデモも同じような状況だったわけです。で、まあ、2点目、外からの力が必要ということなんですけど、まあ、イエス・キリストが言ったのは、まあ、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。と言ったわけですね。で、新しく生まれるということは、あの、 こうまあ、一度我々っていう生まれてるわけですよねでその生まれるっていうことをちょっと考えてみたいんですけどそれっていうのはあの自分の力で我々は生まれてきてないわけですよね。自分の意思とか自分分のの意とか願いいでで生まれてこないわけですだから生まれるという行為は、まあ、完全に受け身な行為なんだっていうことですね。でまあお母さんによって我々はまあ産んでもらったわけですね。まあう 産んでもらったっていう表現をよくしますけどだからお母さんと、まあ、ある意味助産師さんとか、まあ、病院の先生とか看護師さんが協力して私たち生まれてきたまあ当たり前といえば当たり前のことですけれどでもよくよく考えてみると、まあ、不思議なことででもあるわけですね私たちにとって生まれてくるって一番重要な人生の始まりっていうのが受け身だっていうことなんですよね。で イエスキリスの言葉を見ると、そのような心の変化っていうのは、まあ私たちが本当に変えられるっていうことは、そういう、あの、生まれてくるみたいなもんなんだって、イエス様はおっしゃったんですよねでそれ。別の言い方をすれば、それは私たちのうちの、なんか自分の力とか自分の努力じゃなくて、外側からの影響によるんだということなんです。だから、 自分の中にその変わるための力を見出そうとしてもそれはできないことなんだということなんですよね。で心理学とか自己啓発っていうのは自分の中に答えとその力を見出そうとするわけですね。自己実現とか自己肯定感とかセルフイメージとかっていう言葉はセルフとか言葉あ自己という その言葉がその根本にある考えを象徴しているわけですね。自分なわけです。でも聖書はそれが本当の意味で人を変えるんじゃないんだというふうに言うわけですね。全く役に立たないわけではない。でも本質的に人を変えるのはその人の中の力ではなく外側なんだということがわかるわけですね。 で、3点目、聖書の言葉の力ということなんですけど、でもこの言葉を聞いて、ニコデモは、まあ、当悪したわけですね。こういうふうに言ってます、ニコデモは。人は老いていながらどうやって生まれることができますか、まあ、新しく生まれなければいけないと言われて、どうだどうすればいいんですかって。で、もう一度母の体に入って生まれることなどできるでしょうか というにうにイエス様に聞き返してるわけですねもう一度お母さんのおなかの中に入ってあの生まれることもできないじゃないですかということですよね。そんなことできるはずないじゃないですかという、まあ、ニコデモの心の声が聞こえてくるようですね。でイエス・キリストがそれについて続いてこういうふうに答えるんですよね。あのちょっと,、えー、と飛ばしますけど「風は思いのままに吹きます」。その音を聞いても それがどどここかから来てどこへ行くのかたかません御霊によって生まれたものも皆それと同じです。で「みたま」っていう言葉がここに出てくるんですあの。聞き慣れない言葉だと思いますけど。でこの聖書の中でこの「恩中の恩」ですねこの言葉が出てくるっていうのはこれ「神様の」っていう意味なんですよね。 神ので霊なんで神の霊がによって生まれる必要があるっていうことなんですねつまり神様の力によってしか人間は変われないんだっていうことですね新しく生まれることはできないそしてこの神の霊っていうのはどこにその現れてるかっていうとこれ聖書の 中にに現れれてていいるんですすねあのこういう,ふうに書かれてます第二ペテロの手紙っていうところに「まあ、新約聖書」の別の歌所ですけど「予言は聖霊によ予言っていうのは聖書の言葉なんですけど聖書の言葉は聖霊に動かされた人動かされた人たちが神から受けて語ったものだ」というふうに書いてあるんですよね。だから聖書の言葉っていうのはこの御霊 神の霊によって書かれたんだということなんですね。だから、神様の力がこの聖書の言葉にはあるんだということですね。で、その、えっと、力っていうのは今ちょっと読んだところをもう一度読みますけど、風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのかわかりません。見たまによって生まれたものも皆それと同じです。 と言ってイエス様は風の話をするんですよね。で風っていうのはふもうふ吹くけどどこから来てどこへ行くのか分かんないとだから人間がコントロールできないということですよね。であの私たちはまあ風の勢い例えば台風のあととかあの木が倒れてたりっていうのを見るわけですねものすごい力なわけです。だけど目には見えないんですよね。 で同じように神様の言葉にも大きな力があるというふうに聖書の言葉の力をイエス様はここで強調しているわけですねでまあ冷静に考えると聖書の言葉っていうのは2,000年の間人間の心を変え続けてきているわけです、まあ、世界の人口の3分の1は聖書を信じているわけですね でそれは、まあ、聖書の、まあ、言葉の力の証明、まあ、実績なんだということができるわけですねだからこの,、まあ、あ,のあなたにね私はこの男性クライアントさんに書き,書きました「まる、あ、さんの今の辛い気持ち神様はよくご存知です」で神様の言葉である聖書はどんな時も私たち人間に希望を与えてくれます、まあ、聖書を読み 私の動画をなるるべくたくたさん見るようにっていうのは私の動画では聖書のお話をしてますので、まあ、聖書の言葉をなるべく触れあの聖書の言葉にできるだけ触れてくださいという意味ですねでこのニコデモはこの後イエス・キリストを信じて新しく生まれて変わった人生を歩むようになるんですよねずっと変われなかった 人間的には、まあ、地位もある、知識もある、その力もある。でも心の問題は解決できなかったわけですね。だけど彼はイエス・キリストと出会って完全に変わったわけです。ですからあなたも、まあ、この聖書の言葉を通して変わることができる。まあ、その希望を持っていただきたいと思うんですね。で、これからまあカウンセリングでそれに取り組んでいく,いくことになるわけです。 はい、ということで三、まあ、つの点でお話をしました、まあ、人間の力には限界がある、まあ、根本的な変化というのはあのもたらすことができないわけですねで二点目は外から助けが必要なんです、まあ、私たちは溺れている人のようなものであの岸士から誰かが手を差し伸べてくれないとあの変わることができないわけですねでその私たちを変える 力っていうのはどこから助けっていうのはどこから来るかというと、まあ、聖書の言葉から来るということを、えー、覚えていただければなと思います。はいということで、えー、人生を変えたい時すべきこと、まあ、それは、えー、聖書の言葉に触れることなんだということをお話ししました。 はい。この動画の概要欄に私がご提供している無料の夫婦関係修復、離婚回避の動画講座のご案内が載せてあります。また私のウェブサイトのリンクも載せてありますので、興味のある方はご覧ください。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。